こんにちは。芥川龍之介作、年春の七回目、最終回をお送りします。閻魔大王は眉をひそめて、しばらく思案に暮れていましたが、やがて何か思いついたと見えて、この男の父母は、畜生堂に落ちているはずだから、早速ここへ引き立ててこい。 一匹の「鬼に言いつけました鬼はたちまち風に乗って地獄の空へ舞い上がりました」。と思うとまた星が流れるように二匹の獣を駆り立てながらさっと神羅殿の前へ降りてきました。その獣を見たとしゅは驚いたの驚かないのではありません。なぜかといえば それは二匹とも形はみすぼらしい野生馬でしたが顔は夢にも忘れない死んだ父母の通りでしたから「こらその方は何のためにガビさんの上に座っていたかまっすぐに白状しなければ今度はその方の父母に痛い思いをさせてやるぞ」としゅんはこう脅されても。 やはり返答をししにいました「この不幸者めがその方は父母が苦しんでもその方さえ都合がよければいいと思っているのだな」。閻魔大王は新羅殿も崩れるほどすさまじい声でわめきました「うて鬼どもその二匹の畜生を肉も骨も打ち砕いてしまえ。 鬼どもは一斉にハッと答えながら鉄のムチを取って立ち上がると四方八方から二匹の馬を未練未作なく打ちのめしました。ムチは隆々と風を切ってところ嫌わず雨のように馬の皮肉を打ち破るのです。馬は畜生になった父母は苦しそうに身をもだえて 目には血の涙を浮かべたまま見てもいられないほどいな泣き立てましたどうだまだその方は白状しないか閻魔大王は鬼どもにしばらく無知の手をやめさせてもう一度突っの答えを促しましたもうその時には二匹の馬も肉は避け 骨は砕けて息も絶え絶えに膝橋の前へ倒れ伏していたのです突進は必死になって鉄管師の言葉を思い出しながら固く目をつぶっていましたするとその時彼の耳にはほとんど声とは言えないくらいかすかな声が伝わってきました 心配を押しでない。私たちはどうなってもお前さえ幸せになれるのならそれより結構なことはないのだからね。大王が何とおっしゃっても言いたくないことは黙っておいで。それは確かに懐かしい母親の声に違いありません。 は思わず目を開きましたそうして馬の一匹が力なく地上に倒れたまま悲しそうに彼の顔へじっと目をやっているのを見ました母親はこんな苦しみの中にも息子の心を思いやって鬼どもの無知に打たれたことを恨む景色さえも見せないのです 大金持ちになればお世辞を言い貧乏人になれば口もきかない世間の人たちに比べると何というありがたい志でしょうなんというけなげな決心でしょうとっしゅんは老人のいさめも忘れてまろぶようにそのそばへ走り寄ると両手に半紙の馬の首を抱いてハラハラと涙を落としながら おっかさんと一声を叫びましたその声に気が付いてみるととっしゅんはやはり夕日を浴びて落葉の西の門の下にぼんやり佇んでいるのでしたかすんだ空白い三日月絶え間ない人や車の波すべてがまだ ガビさんへ行かない前と同じことです。どうだな俺の弟子になったところがとても千人にはなれはスまいる。片目すがめの老人は微笑を含みながら言いました。なれません。なれませんがしかし私はなれなかったこともかえってうれしい気がするのです。 年春はまだ目に涙を浮かべたまま思わず老人の手を握りました。いくら千人になれたところが私はあの地獄の神羅殿の前に無知を受けている父母を見ては黙っているわけにはいきません。もしお前が黙っていたらと鉄管師は急に厳かな顔になって じっと年春を見つめましたもしお前が黙っていたら俺は即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていたのだお前はもう千人になりたいという望みも持っていまい大金持ちになることはもとより愛想が尽きたはずだではお前はこれからのうち 何になったらいいと思うな何になっても人間らしい正直な暮らしをするつもりです。とっしゅんの声には今までにない晴れ晴れとした調子がこもっていました。その言葉を忘れるなよ。では俺は今日限り二度とお前には会わないから。 鉄管師はこういううちにもう歩き出していましたが急に足を止めて年春の方を振り返るとおお幸い今思い出したが俺は泰山の南の麓に一軒のうちを持っているそのうちを畑ごとお前にやるから早速行ってすまうがいい今頃はちょうどうちの周りに 「桃の花が一面に咲いているだろう」とさも愉快そうに付け加えましたこれで芥川龍之介作「都市春」は終了です。ありがとうございました。